園日誌、今日の日直は渋谷渚です。アホホナギちゃんの一般常識チャレンジ頼むよ。いつもノーベル文学賞の候補に上がる日本人作家村上春樹、代表作の一つに〇〇〇の森があります。何の森？絶対知らん。ノルウェーの森。知ってた。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組。なんでなんで知ってんの？映画で見ました。わー、出た出た、変なとこだけ知ってるやつ。松山健一さん。あー、めっちゃイキってるよ、顔。松山健一さんみたい。ノルウェーの森。その、まあ、映画は見たんよね。はい。どういう映画やったん？俺あの本も映画も見てないんだけど。でも少しちょっと刺激的なところもある、うん、はい。なんやその感想。感想聞く相手は間違ったね。ねやね、全然入ってへんやんか。まあ、知ってたやんノルウェーの森は、はい、なるほどな。まあまあ、なんか知ってたら知ってたでちょっと腹立つよな。っこっちがなんかやってしまったみたいな感じになるもんな。なんでですか。ちょっと生きってくるしな。うん、松山健一さんの。そんな生きてない。ロートーンで言うてくるから。まあまあわかりました。これは知ってたよね。はい、ではここからお昼休みです。日直のなぎちゃんお願いします。はい、それでは行きましょう。告白できます。今ならば。NMB48のニューシングル「僕はいない」のカップリング「今ならば」の曲にちなんで、今だから言える内緒の話や、あの時は言えなかった秘めた思いなど、今ならばな告白エピソードをご紹介していくコーナーです。今回もお便りをたくさんいただいています。ご紹介していきましょう。お願いします。八尾市にお住まいのマダムチェッカーさんからです。ありがとうございます。ケイチ、大林っち、西森っち、渋谷さん、こんばんは。こんばんは。僕の告白は臭い匂いが割と好きということです、うん、あまりお風呂にも入らないのでおへそが体操臭くなります、うん、前傾姿勢になってその匂いを嗅ぐのが好きです、うん、僕の趣味はただそれだけです、うん、趣味それだけ、その匂いなんて嗅げます、嗅げんのちゃう。すごい、相当 前傾姿勢やけどね。臭い匂いがね好きな人はまあいるのは分からんでもないけども、うんうん、臭い匂いどうすかお二人は。でもなんか昔はバンドエイド絆創膏をずっと貼ってて、うん、でなんかそれを何日間か貼って剥がした時のあの匂いあるじゃないですか、うん、どういう、え、わかる、なんか、なんかずっと貼ってて、なんか、うん、貼ったままお風呂とかも入って、はいはいはい、何日間か過ごして、はい、でそれ外した時なんかもうすごい匂い、うん、臭いのか、臭いんですけど、うん、なんか癖になるみたいな、うん、でそれをずっと嗅いでました、うん、変なやつや。そんな臭なる、でも臭なんねや。なんかまあの指先とかにこう、はいはい、巻いて、うん、でそれでずっと暮らしてたらこう普通に顔の近くにあったら嗅げるんじゃないですか。わかる、めちゃくちゃ。なんか、あるな、はい、なんかわからんでもないわ。あ、そうか、あれをずっとこう、うん、確かに。でも俺それよりもはるかに臭いもんばっかりやから身の回りが多分それで、ね、身の回りにそんな臭いもんあるかね。もう普通にヘが臭いもん。あ、それはまあそうか、うん、ヘ臭いか、うん、ヘが臭い。そのなんか周期があるけど、うん、臭い時期と臭くない時期があるけど。なるほどな。臭い時期はもう自分でも臭いと思う。自分でもまあまあ、自分ではでも全然耐えれるな。耐えれるっていうか、うん、臭いなこれはきついやろな他の人みたいな感じ。なるほどな、うん、どうケイチは臭い、臭い匂いですか、うん、なんか例えば言うや脇の匂いとか、うん、靴下の匂いが好きとか、もう全部足の匂いとかも苦手やし、うん、湿布の匂いとかはそういうの、そういう系は好きですけど。湿布でもまだ清潔感があるじゃないですか、湿布の匂いは。まあまあな、うん、清潔感のある匂いは好きやけど。あかん、そういうのはです、ね、これたまらんほど臭いと思うで、この人のへそ。絶対臭いな、その匂いなんて嗅いだことない。絶対臭い。これは渡辺直美おりや、直美ちゃん、直美ちゃんのへそとか
匂ったことないやろうけど。ないです。あいつのへそマジで臭いからな。今どうかわからないけど。へそ。どんくらいのレベルで。いやもう吐きそうなるぐらい臭い。そのストロークが長いね、あの脂肪が盛り上がってきてるから。ああ奥が深い。そう奥が深いからだいぶその哺乳瓶とか洗うやつで洗わない。すごい。ほんまに。でまあこう指自分で突っ込んで。ちょっと書いてもらっていいですかみたいな。すごい。くっせ。もうくっさい。それはでも強烈。やっぱ人のそういうのは臭いな。自分でやったら多分いけると思う。ああ。あれ自分でも臭いと思うけどな、うん、自分でもあれはくっさーってなるけどうえっとはならんな、うん、自分のってだからまあそのね東京とか行って、はい、まあお会いすることもあるやろうから、うん、聞いてみ聞いてみますモンスター芸人さんが言ってたんですけどおへそ臭いんですよねって、はいまあ、おへそそれかもうおはようございますってへそまで鼻持ってる礼して失礼やなと思う深々と礼して聞くのが失礼やなと鼻をグリグリグリってするそれも失礼やからグリグリグリってやったらそれは失礼やけど次はい1通でおしまいはい、はい、ということで今回の告白できます今ならばいかがだったでしょうか、はい、来週も今だから言える内緒の話やあの時は言えなかった秘めた思いなど告白エピソードを募集しますぜひお便りに書いて送ってきてくださいではここで1曲 NMB48 の新曲が到着しましたのでお送りします12月28日リリースのニューシングルです NMB48 で僕以外の誰かさあでは授業に戻りましょう続いての授業は、国語の授業ですね、はい今日の国語は朗読シリーズポエムを朗読してもらいますでは、はいケイチ問題も読んでくださいはい西森先輩と詩を朗読しなさいはい、今回は詩を朗読してもらいます二人に朗読してもらうのは中原中也で汚れちまった悲しみにですね、はい、では行きましょう、うん、お願いします汚れちまった悲しみに今日も小雪の降りかかる汚れちまった悲しみに今日も風さえ吹きすぎる汚れちまった悲しみは例えば狐の皮衣汚れちまった悲しみは小雪のかかって縮こまる汚れちまった悲しみは何望むなく願うなく汚れちまった悲しみは気大のうちに死を夢む汚れちまった悲しみに痛々しくもおじけづき汚れちまった悲しみになすところもなく日は暮れる全然意味わからへんけど僕はそうやねこれ公演の、うん、その最初の部分で暗記して読むんですよこれを全員で毎回やるの D2 っていうチームの公演だけは、うんうん、なるほどあそれでこれだから慣れてますこれは何どういう意味なんこれどういう意味は毎回読んでんのに意味をちゃんと把握せんとやってんのかもうその覚えて言うことで必死で、うん、かまへんか間違えへんかの必死で、うん、ちゃんとそれその内容を理解して読んだ方が入ってくるんちゃう確かにそうです、ね、その汚れちまった悲しみからもうどういう感じなんかまあニュアンスってことなんかな全部、うん、汚れちまった悲しみでなおかつそれがもう汚れてるんでしょもう、うん、それは なんで読んでんのその公演の時はどういう理由、なんか最初にみんなで芝居をお芝居お芝居自分たちで作った芝居をして、うん、でそっからよし今日も一日頑張るぞおーで、うん、一列になって、うん、汚れちまった悲しみに全員で言ってよくわからないよあ全員でもフルでフルで言って、うん、最後になすところもなく日は暮れるで曲が流れて始まるっていう、うん、そのなすところもなく日は暮れるこれなんか結構悲しい感じやんかはい一曲目は大概何を歌うの明るいやついや全然なんかタラララララみたいなめっちゃいい歌何その演出すごいんですそうなんです、はい、
そういうのがあるから、はい、ちゃんと意味分かってやって、なんか、はい、調べといてこれ、はい、それもだから秋元さんが決めてるってこと。そうです、そうですね。そうなんだ。あの人は詩書くからこの理解力とかもそれは半端やなさそうやけど、そうや、意味も分かって、意味も全部分かってるか分からんけど、うん、なあ僕らからしたらちょっともう、うん、よく分からない。ファンの人が一番動揺してるかもしれない。うん、あ、そう、そうなん、はい、なんやって。うん、なんやめとか。どうしたよお前ら。急に声を出す。大きい声。さあ、続きましてなぎちゃん、問題も読んでください。はい。西森先輩と詩を朗読しなさい。はい、続きましては、なぎちゃん、読むのは谷川俊太郎で悪口です。では行きましょう。お願いします。僕何だいと言ったら、あいつ何が何だいと言った。僕この野郎と言ったら、あいつバカ野郎と言った。僕ボケナスと言ったら、あいつおたんちんと言った。僕ドデドデと言ったら、あいつゴビゴビと言った。僕ガチャラメチャラと言ったら、あいつチョンビニュルニュルと言った。僕ござまりデベレケブンと言ったら、あいつそれからと言った。その次何と言えばいいか僕わからなくなりました。仕方ないからへーんと言ったら、あいつふーんと言った。難しいなぁ。悪口の言い合い、まあ、言い合いのことを言ってるんでしょうね。うん、うん、まあまあ大雑把に言うとまあそうなんでしょうけど、うん、言い返されへんみたいなやつ、うんうんうん、シュールやね。シュールやね。シュール。全部ひらがなとか、うんうん、確かにね、うん、滑り気味ではあるけどちょっとちょ悪口や最後。ちょんびにゅるにゅる。何やねん今の落とし方。そんなことを言う。じゃあちょっとそれは感想ですか。個人。すごい人やら、まあ個人の感想か。まあそうか。強い。ということでチャイムが鳴りました。国語の授業これでおしまいです。NMB48 学園の木内課題。コーナーでは NMB の2人に毎回何かの対決をしてもらいます。勝敗を決めるのは僕たち凡人です。この対決の様子はこの番組の携帯サイト、スマートフォンサイトでも見ることができますので、そちらもぜひチェックしてください。10敗したら罰ゲームで、ケイッチが3敗、ナギちゃんが5敗ですね。はい、はいはい、もう真ん中まで来てますから、お二人とも頑張ってください。今回定番セリフ対決で、男の子が女の子で言ってほしい定番のセリフをどれだけいい感じで言えるかで対決です。今日のセリフはもうちょっと一緒にいてたい。メダル感じになるのか、まあその辺はお二人にお任せしますけども、はい、もうちょっと一緒にいてたいの定番のセリフをどれだけいい感じで言えるか、はい、いいですか。はい、では早速いきましょう。今日はなぎちゃんからお願いします。あかん、まだあかん、もうちょっと一緒にいて。あら、シンプルに、うん、帰ろうとしてんの。もうちょっと引っ張ってる感じやね。そう、あかんぞと。はい、うん、ちょっと引き止めたいからちょっと強め、うん、なるほどね、はい、うん、まあシンプルでよかったんちゃいます。安心の方ね今の、はい、さあでは続きましてケイッチ、はい、いきましょう。お願いします。え、はなんかさ、せっかく久しぶりに会えたのにもうちょっと一緒にいて。なかなかの、ね、なかなかの対決でしたね。いいですよ、その怒るとこから入ってね。いやいや、あっほなもう帰るわみたいな、はい、あっさり相手は、はい、夜の7時ぐらいに帰ってそうやもんね。久々追ってるからさ、まだ7時やもうちょっと一緒にいてや、はい、まあ、いてほしいのはいてほしいわけやから、はい、あ、これはなかなか、あ、難しいね。どうしましょうか、はい、さあでは判定参りましょう。ドラムロールお願いします。なぎちゃん、ケイッチ、あら、うん、先週今週と両方バラバラに、まあでも
うん、まあどっち、はい、どっちでもっていう感じ、1杯ずつついて、まあ正解からみたいな、はい、ケイッチが4杯、はいはい、凪ちゃんが6杯、うわー、ちょっと確実に進めるよね、割れるとどっちもの罰ゲームの可能性がな、はい、高くなってくる。4と6ってもう凪ちゃんだいぶ来てるで、もうちょっと5過ぎたら大きいですね。うん、もうそう2ぐらいから言うていきるわもうやばいっすね言うて焦っていかんと、はい、初めに焦っといた方がな、うん、もうだから次やな、次罰ゲーム1回やって、結局負けるの前提で、次考えよう、次に焦ろう、そうやな、今大丈夫やから、そうやな、一回も捨てよう捨てよう、ただ4、6でそんな差もついてへんから来週もね、頑張ってください、はい、というわけで、はい、NMB48 学園の受け打ち課題でした。 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組ABC ラジオです。1008は M でハイド FM は 93.3 番組がいつでも聴けるラジコのタイムフリー機能ができてSNN などでシェアすることができるようになりました。では本日最後の授業です、最後の授業はホームルームです。日直のなぎちゃん、はい、お願いします。はい、この授業ではラジオの前の生徒さん、リスナーの皆さんからいただいたお便りをご紹介していきます、はい、たくさんいただいたお便りの中から今日もご紹介していきましょう。お願いします。はい、愛知県にお住まいのラジオネーム、あゆむ婚活中さんからいただきました。ありがとうございます。綺麗なケンイチ、かわいいなぎちゃん、念願の生モンスターエンジン堪能しました。やっぱり最高の西森さん、うん、大林さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。11月26日放送でメール読んでいただきありがとうございました、はいはいはい、ですか。11月27日プロポーズしてきました。教会を借りてろうそくを並べて、うん、指輪は彼女の好きな風にデザインしてほしいから、うん、ダイヤモンドだけをカメラが内蔵しているケースに入れてプロポーズして、ダイヤモンドを見せた後のリアクションをカメラで残しました、うん、盗撮みたいな、あれちっちゃい、パカッと開けたところから撮ったんかな、すごい、なるほど、すごい盗撮や、盗撮を言わんと言ったって違います、うわでもマジで返事は OK でした。そりゃそうでしょう、なかなかね、うん、結婚相談所でのお見合いで、お見合い後2ヶ月半デートは11回で毎日 LINE してました。2ヶ月半で、すごい、プロポーズ OK の後に初めて手をつなぎました。彼女はケイッチ、ナギのファンで握手会や公演にもよく行ってると最近知りました。彼女が普通の恋愛と違ってゆっくり好きになっていっています。わあすごい、2ヶ月で結婚したプロポーズ、以前お見合いのメッセージ、まあでもなんか読んだ記憶はある、あこれです、以前のやつをちょっと見して、はいはい、以前来たのは、はい、今日は皆さんに質問ですと、はい、お見合いから結婚前提にお付き合いしている女性にそろそろプロポーズ考えています、はい、モンスターエンジンのお二人どんな風にプロポーズしたんですか、お二人は憧れのプロポーズとかはありますかみたいな。そっか、で僕らはあのそんなしょうもないやつやからで何にも特に結構ないがしろにしたんですよね。で二人に聞いたんですよ、はい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 、ケイチは、うん、ケイチはだから臭いの絶対嫌い言うたんよね確かね、臭いのとか込み、あそういうことですか、そうです、そのなんていうの、なんかサプライズのちゃんとなんか臭くてもいいんですけど、ほんまって証明できる感じなら全然、うん、あなぎちゃんなんて言ったっけな、なぎちゃんは私はなんかデートでご飯を食べてて、でデザートを私がケーキを頼んでたら店員さんが来て10カラットの指輪ですって出してくる、間違えていただきまーすって食べるやろバリ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 
どういうこと？教会を借りてろうそくを並べて、うん、指輪は彼女が好きなデザインしてほしいから、うん、ダイヤモンドだけをカメラが内蔵してるケースに入れて、うんうんうん、プロポーズして、うん、リアクションをカメラに残した。うーん、すごいすごいな、これなかなか考えたね、うん、めっちゃ好きなんでしょうね、うん、その結構ベタなんかな、このケースにカメラ入れるって、初めて聞いた。いやあんまりなかなかね、うん、この文章を書く時の、うん、なんか文章をうまく人に、なんて言ったらいいの、人の心を動かす文章術みたいな本を読んだんですけど、うん、その場合やとこの指輪は彼女の好きな風にデザインしてほしいからダイヤモンドだけをカメラが内蔵してるってなってるじゃないですか、うん、これややこしいか、別に指輪って言っててもそんな問題ないじゃないですか、うん、まあね、だここは彼女が好きな風にデザインしてほしいっていうのを省いた方がいいんですよ、うん、ダメ出しやめたっけダメ出しやめてあげ、こういうのってそうなんです、カメラが内蔵してるやつを強調したいわけですからね、ダメ出しやめたって文章のお前最近文章書いてるからうるさなってんじゃん本もいっぱい本読んでこういうのを外した方がいいですよね、だからなんそういうことでした。違う、せっかくお前送ってきてくれたのに、まあこのね、あゆむさんですか、今後の結婚生活の、ね、次絶対送ってきてほしいですよね、話に、うん、それ手つないだ初めてって、それドキドキしそう。あ、そうか、プロポーズやから別にいいんか、まあまあね、もう結婚の婚姻届出したわけじゃないもんね、そうそうそう、あ、とりあえずまあだから今後の行方がどうなってるのか、また進展があればね、そうっすよね、教えてください。最低でも一月に一回ぐらいは、うん、知らしてほしいですよね。お前ダメ出しすんなよその時。いや、その先にそのなんていうの、本番前に読んで、うんうん、であんまりやったらもう読まないです。何やねん。厳しいな。それからめっちゃ書き直した。俺が送ったやつじゃないやんっていうぐらい。お前が書き直した。簡潔にして。全然話変わってるやんみたいなのあるから。ということでチャイムなりました。授業は全ておしまいです。皆さん気をつけて帰るように。綺麗つない。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、というわけで下校の時間となりました。今日の授業はいかがだったでしょうか。最後のね。はい。すごいね。すごいインパクトが強すぎても。最後のあれプロポーズのやつしか覚えてない。だまあお二人のファンで、そう思いました、彼女奥さんになる人かな、どうしてやろう、でも二人で聞いてる感じかな、もうラジオも、だからその婚活、わー嬉しい、ね、そのなんかあれでしょ、うん、はい、お見合い相談所みたいな、お見合い相談所かやったっけ、うん、そこでなんか、あの NMB のファンでみたいな、はいはいはい、こう共通する話題とかで、なるほど、入れたんかな、嬉しい、すごい、そりゃとかはあるんじゃないの、きっかけやん、じゃあすごいやん、ほんまや、愛のキューピッド、俺はそうなると水筒の話が得意とか書かなかったね、やっぱリュックの話が得意、該当せえへん該当するかもわからんけども、その引っかかる引っかからへんじゃない、特技のところに書くの、水筒の話一応こういう方いるんですけどって渡されて、え、何この水筒の話お前絶対水筒の話せなあかんなんか書いてあったやんか、水筒の話でめっちゃ嘘つかなんか味噌汁がなんか入っててみたいな、おもんなそう、おもんなそう、その話はおもんなそう、どういう進展とかがね、まあ、さっきも言いましたけども、はい、結婚式がどうとか、そのうち愚痴も出てくるやろし、今は2ヶ月半なわけで、そうですね、面白いですね、そう追っかけていくのもね、愚痴とか出てきたんですみたいなとかな、いや俺めっちゃそのあんまりね言うあれじゃないですけど、そのね、うん、気になりますさ、手しか繋いでへんかったらその後いろいろね、確かにそっちであっちで会わへんかって分かりましたみたいな可能性もあるしね、そうやね、お見合い後2ヶ月半でデート11回やから、だから週1ぐらいで会うてたっていう、世のに初めてその時手握ったのすごいな、へえ、毎週週末にデートしてて、ね、まあでも成功するか、でもそらな、週末に毎日 LINE してたとか、あ、なんか言ってたもんね、徐々に徐々に好きになっていったみたいなこと書かれたもんね、普通の恋愛と違ってゆっくり好きになっていってますっていう、なんかいいですねそれも、
新しいね。わあすごい。すごいね。何か進展があればぜひお願いします。はい、そうですね。はい。そしてちなみにですね、来週の ABC ラジオはやったるデイズスペシャルウィークですと、はい、この番組でもスペシャルな企画を用意してますので、ぜひ聞いてください、はい、ということですね。では最後にお便り募集のお知らせです。はい、この番組では皆さんからのお便りを募集しています。番組の感想、こんな授業をやってほしいといったご意見など何でも OK です。告白できます今ならばへのお便りもお待ちしています。宛先は E メールは nmb@abc1008.com、 おはがきは郵便番号 530-8010 NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組の係までとなっています。はい、というわけで NMB48 学園、こちらモンスターエンジン組、今日はここまで。さようなら。